フアンルコとフアンルイス・ゴメス・ロッペスは、スペイン・マラガ出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはミッドフィールダー。アンダルシア州、マラガに生まれ、アマチュアの CD ・マルモル・マカエルでプレーしていたが、2002年に、セグンダ・ディビシオンの UD ・アルメリアに移籍した。2002から03シーズンは、レギュラーとして出場したが、2003から04シーズン前半戦は、 フル出場が1試合もなく、7試合に出場するのみで、あった。2003から04シーズン後半戦は、セグンダディビシオン B のアリカンテ CF に、レンタル移籍した。2004年夏に CD、ヌマンシアに移籍し、2004から05シーズンにプリメーラ、ディビシオンデビューした。シーズン開幕戦のレアルベティス戦で、トップリーグ初得点を挙げ、 シーズンを通じて27試合出場に得点の成績を残した。CD、ヌマンシアがセグンダデリビジオンに降格したため2005年夏、レアルベティスに移籍した。2005から06シーズン後半戦はアルバセテ・バロンピエにレンタル移籍し、2006から07シーズンは UEFA チャンピオンズリーグ予選出場権を持つ CA をさすナにレンタル移籍した。 同大会は、グループリーグに出場することなく敗退したが、代わりに出場した UEFA カップでは、準々決勝のバイアーレバー空前戦セカンドレグで、決勝点を挙げるなど、6試合に出場して2得点を挙げた。2007年7月、セグンダーディビシオンのコルドバ CF に、レンタル移籍した。2007から08シーズンは5得点を挙げ、クラブを、 西軍ダディビシオン B 広角から救った。2008年7月にレアルベティスに復帰したが戦力外通告を受け、2008から09シーズンはどのクラブにも登録せずにレアルベティスで練習を続けた。2009年7月28日、レバンテユディと1年契約を結んだ。2009から10シーズンはキャリア最高の活躍を見せ、プロとして 初めて2桁得点を達成してプリメーラディビシオン昇格に貢献した。2010から11シーズンは28試合に出場して3得点を挙げ、チームはプリメーラディビシオンに残留した。2011年10月2日のレアルベティス戦では、前半33分に決勝点を挙げ、クラブ初の首位に立った。10月23日のビジャレアル CF 戦では2得点を挙げ、 序盤戦ながらリーグ戦の単独首位に立った。ありがとうございます。